ったく、しょうがねえな。酒とタバコは控えろ。体に悪い。お前俺が好きか。今でも俺を抱きてえか。もしかしてテレビ見たの？バカにするんじゃねえ。同情なんかでこの俺が。泉、好きだ。どうしたら引っ止められないんだ。傷つけたくない。離れられない。俺、お前の歌好きかもしんねえぞ。他に何ができる？魂ごと体当たりしてくるこの男、優しいふりしてより傷つけているのは俺の方かもしれない。どうしてそんな目で見るんだ。泣いているのか。泉、昨夜言いそびれた。俺は今日イタリアへ立つ。一週間だ。本物のサッカーをこの目で見たい。自分の力を試してみたい。すぐに帰るから。嫌だ。ないでくれ。まだあなたの香りが髪に残っているのに。心で全てが伝わるなら体なんかいらない。言葉なんかいらない。目も耳も手も足もなくていい。遠く離れていて心が通じ合っていれば平気だなんてどうして思えるんだろう。今すぐここに来て、俺の息の根を止めてくれ。くれくれくれ。どうかしたかね、泉くん。最近見なくなってたあの夢、出会った頃の幼い泉、可愛いな。泣いてる。どうして？泣かないで。今そこへ行くから。体が動かねえ。気がついたか、浩司。俺は昔から感情の起伏の少ない子供だった。いいよ、ちょっと斜めに目線くれるかな。いいね、母親の名は綾子という。俺には彼女の胸に抱かれた記憶がない。そして3歳の時、そのマネージャーに連れられて南城家へやってきた。
やりたくもない武道を仕込まれ、何がどんなにうまくできても何も感じることはなかった。何者にも興味を抱くことができなかった。人に甘えることも、感動することも、怒ったり喜んだりすることもあまりなかった。聞こえる？南條さんの歌が。渋谷、うん、バンドもういっぺんやんべかな。それから2年後、俺は芸能界へデビューした。俺が歌うことを始めたのは何かを探すためだった。自分の中にある満たされぬ思い、その何かを。そしてあの時、俺はあの人に拾われたんだ。覚えているのは履き古したスニーカー、刺すような強い日差し、小麦色に焼けた肌、灼熱の太陽を照り返すほどにギラギラした瞳。ああそうだ、今ならわかる。今なら俺はあなたに会って、その瞳に出会って、自分の中でごっそり抜け落ちていた何かに気づいた。俺はあなたを探し続けていたんだ。あなたに出会うまで俺には泣いた記憶などなかった。自分の中にこんなに涙が、感情があるなんて知らなかった。いっそ渋谷さん、南條浩二が渋滞だそうですが。ああどいてどいて、150キロ近くで追突したとか。容体は大丈夫なんですか？ニュースです。今朝9時ごろ、人気歌手の南條浩二さん17歳が交通事故に遭い、意識不明の重体です。調べによりますと、南條さんの前方を走っていた車が無理な車線変更をしたため、バイクを運転した南條さんはこれを避けきれず追突した模様です。罰が当たっちゃったわね、坊や。こちら病院前です。ご覧のように深夜を過ぎてもなお、ここは集まったファンの人たちで埋め尽くされています。
だよ、なんで出ねえんだよ。また芸能人やってんのかな、あいつ。どうだったね、イタリアは。はい。お兄ちゃん、お兄ちゃんのバカ。あいつ死んだぜ、泉。意識が戻ったら奇跡だって。悪くすれば植物人間か、死ぬって。なんで、なんでこいつは置いてった、泉。コウジ、てめえ起きろ。すぐ帰るって言っただろうが、このタコ。なんで、なんで起きねえ。話せ、話せよ。え、泉。痛い、痛いよ母さん。ごめんね、タクト。母さんを許して。俺がいるよ。大丈夫。俺はあなたのそばを離れたりしないから。俺が必ずあなたを幸せにする。お目覚め。あんた倒れたんだよ。覚えてる？左腰抱えて急にさ。明日工事もこちらに運んでくるから、あんたもしばらく入院してな。とりあえず荷物は持ってきてある。あんたにはそうする義務があるだろう。違うかよ。お大事に。かわいそうにね。ええ、本当に一日中ずっとああしてそばにいるのよ、もう何日も。こいつが本当に死んだら、もう二度と俺の名前を呼ばなくなったら。元に戻るだけじゃねえか。元気そうじゃないか、泉。どうだ、イタリア行く決心はついたか。何迷うことがある。プロサッカーだぞ。それともお前はこれ以上サッカーを続けていく気がないのか。なあ泉、お前の人生だろう。人のために生きていくわけじゃない。今自分が何をしたいのか、これから先の長い人生どう生きていきたいのか、とにかくよく考えるんだ。そっか、もしこいつが死んでも俺は生きているのか。こんな古い傷がなんでこんなに痛えんだ。てめえが傷に触れたから、傷をこじ開けたから。責任取れよ、なんとか言えよ。前みたいに俺を見ろよ。言ってよ。どこ行くんだよ、そんな格好で。見りゃ、わかるだろう。俺が四六時中ついてたって、起きねえもんは起きねえ。俺が学校行こうがサッカーしようが、目の覚める時は覚めんだろ。
待てよ。俺は学費免除の上に奨学金までもらって学校行ってんだ。これ以上休んでられねえ。それ本気で言ってんのか。なぜ。こいつは死んだりはしないけど目は覚めねえかもしれねえ。一生このままかもしれない。奇跡を起こせるとしたら泉、それはお前にしかできねえんだよ。まだわかんねえのかよ。知ってるよ。だから俺はこいつを捨てるんだ。いいぜ。俺イタリアへ行きます。そうか、やっぱり決めたんだね。はい、どうかセリカとユーゴのことをお願いします。うん。お兄ちゃん、本気なの？セリカ、とにかく今日は帰るから。いや、帰るってどこに帰るのよ。帰るところなんてないじゃない。南條さんはどうなるの？俺に一生生きた死体の番をしろっていうのか。君は野野郎、わからねえなら思い出させてやる。イジ、その人はコウジじゃない。落ち着け、南条家の長男だ。お兄ちゃん、お久しぶりです。広瀬さん。君か。見舞いなど来る予定ではなかったのだがね。泉君だったかな。私はそんなに浩二と似てるかね。いいえ、全然似ていません。失礼しました。覚えておこう。で、あんたも見舞いか、泉。荷物を取りに来ただけだ。それと永遠の別れにな。お兄ちゃん、これで終わりにするんだよ。イタリア行き決めてきたぜ。もうここには来ねえ。死にたきゃ勝手に死ねばいい。ただし俺の知らねえとこでな。死体なんかもう見たかねえ。俺が拾ったんだから、俺が捨ててやる。抱かせてやるぜ。最後だからな。夢を見るよ。毎日毎晩お前に抱かれる夢だ。本当に撫で回されてる。熱い肌の感触がする。
女の匂いが染みついたお前の大衆も耳元の息遣い、愛してると繰り返す低い声も、お前は俺を犯し続ける。何が俺がいなくちゃ生きていけないだ。俺にこんな苦しい思いをさせて何が幸せにするだ。自分さえ満足できれば相手は辛くてもいいのか。人を好きになるってのは自分の欲求を満たすだけのことなのか。嘘つき。戻りましたか。さあ君離れて。今手を離した。この人はどこか遠くへ行っちまう。体は衰弱していますが、すぐ回復するでしょう。脳波にも異常なしです。ただ、事故のショックによる一時的なものと思われますが、その声を失っています。嘘だ。さっき喋ったのを聞いただろ、渋谷。いいや、口が動いているのも見ただけだ。お前には聞こえたのか？久しぶりだな、コージ。父が亡くなった。芸能界などやめて家へ戻るんだ。声の出ない歌手など必要ないだろう。死亡推定時刻は昨夜12時頃です。保管されておりました遺言状には、長男広瀬様に青山にある会社の代表取締役を、次男秋人様にはその補佐を、そして三男浩二様には新陰流上等十三代目宗家を継承せよとのことです。それは、しかしそれにしても、本来ならば広瀬様が。冗談はよせ。そんな男に十三代宗家など務まるはずがない。よくもこの家の敷居をまたげたものだ、この死に損ないが。素質があろうがなんだろうが、稽古もろくにしてねえいい加減な十七八のガキに家元をだと
笑わせるな。上等だ。やる気か、この。広瀬様。まあ待て。コーチ。修行を積めば十三代宗家の名には恥じないだろう。工事が継ぐ以外に新影流上等を存続させる手はない。ちょっと待った。工事が喋れないからってそうどんどん話を進めないでくださいよ。こいつは今でも大スターなんだ。違約金は確か二億でしたか。そうじゃなくて、南條君、コーチ、お引き取り願おう。医師の手配はこちらで行う。ちょっと待て、コーチ、マジかよ。泉はどうすんだ。このまま終わらせちまってもいいのかよ。おい、コーチ。諦めるつもりでいるのか。死にかけるほど追いかけ、二人をそこまで変えたあの苦しい思いを、その絶望的な愛を。なあ、コージ。やっぱり。やっほー。この前やつの親父が亡くなった。今その後目を継ぐか継がないかでうちと揉めてる。どうやらあいつは芸能界を辞める気でいるらしい。泉、お前のことも諦めるつもりらしいぜ。ほっとした？声の出ない原因を精神分析した結果、特別な何かに対して自分の言葉を悪いものと考えてるそうだ。つまり自分で自分の声を奪っているというわけだ。俺のせいだと言いたいんだろ。あいつが事故ったのも、芸能界を引退しようとしているのも、声が出ねえのも、俺が悪いんだって言いたいんだろ。泉、どうしろって言うんだ。俺に何をしろって。いや、別に泉は悪くないよ。あいつが勝手に追いかけ回していただけだ。あんたが浩二を好きでも何でもないのなら、あんなのはただの迷惑だ。浩二があんたを好きなのはあんたの責任じゃない。でもな、泉、あいつといて良かったことなんか一つもなかったか。あいつといて。浩二様、渋谷様からお電話が。浩二か、勝手に喋るよ。今日泉に会ったぞ。いいか、よく聞け。あいつを諦める気なんだろ。それならマジで二度と会うな。勝手に死にかけるような根性でもうあいつに関わるな。泉はぶっ壊れちまってる。
お前のせいだ。お前が壊しちまったんだよ、浩二。俺は勘違いしてたよ。よく考えたら冗談じゃねえよな。わけのわからん奴が急に現れて、好きだとわめくだけで、何一つ幸せにしてやれなかった。信じられるかよ。言うだけで実行できない口先だけの奴の愛情なんか。逃げんのか？死ぬほど好きな奴をぶっ壊したまま逃げんのかって聞いてんだ。いや、そうだよな。お前はそのまま家に引きこもっておとなしくしてた方がいい。口も聞かずにな。泉ももうお前となんか関わりたくねえだろうさ。お前はそんなことをとっくに気づいてんだろ、浩二。でも迷ってる時間はねえよ。もう遅いかもしれねえけど。ありがとうございます。タクト、上がっていいよ。あ、ゴミ出しといてね。はい。なんだって？南條浩二が声が出なくて再起不能？間違いねえ。確実な線からの情報だ。あ、俺だ。編集長頼む。何？便所？呼んでこい、早く。おまけに奴は今家を継ぐ継がないで揉めている。見ろよ、実家の庭にいるところをバッチリ取ってきたぜ。これであのクソガキも終わりだぜ。おおおおいおおおおおこの野郎。警察なんかに捕まったらイタリア行きどころか全国大会にだって出られねえじゃねえか。くそ、ほっとけよかったんだ、あんなの。痛えぞ、コージ。痛えっつってんだよ、コージ。店の裏に部屋があるんだ。上がれよ、狭いけどな。コージ。こっちへ来い。狭いけど風邪ひくよりはマシだ。
帰ったぞ。こうして部屋へ戻るとこいつがいなかったらどうしようって思ってる。どこまでもどこまでも、こんな俺は知らない。犬拾ったんだけど。やっぱしね、百発百中ただの迷惑になるからどうするかなって思ってたんだけど。別に今んとこ迷惑はしてねえよ。あらそう、それじゃあもうちょっと飼っててくれるかな。あとこれなんだよ。犬の給料、金かかるでしょあの犬。タクト、生き物はいかんよ。生き物は。そう、確かに彼は天才だった。私は努力が天才を超えられないことを知った。親父はあいつにかかりっきりだったからな。いいじゃねえかあんなやつ。もうほっとけよ広瀬。明人、せっかく兄弟全員が揃ったんだ、仲良くやろうじゃないか。このままでいいわけないんだ。あいつには何百万もファンがいて、あいつを待っている人はたくさんいて、死ぬほど心配している人がいて、あいつのために働いているスタッフも会社もあって、あいつを好きな女がたくさんいて、このままでいいわけないんだ。泉拓人だな。みたいっすよマスター。事故にでも遭ってんじゃねえだろうな。無理しない方がいい。まだ薬が切れていない。何の真似だ。君なら工事の行き先を知ってるんじゃないかと思ってね。知りませんね。そうかな。浩二と君は随分と仲がいいそうじゃないか。ん？肉体関係はあるのかね。否定しないのかい。こりゃいい、すげえ冗談だ。マジかよ兄貴。だとしたらどんなことになると思う。それとも全てを棒に振ってもいいほど浩二のことが好きなのかな。すごい勢いだ。いいのか私に手を挙げて。お前たち二人の関係が知れ渡ったらどうなると思う。聞けば彼にはプロサッカー選手としての前途洋々な未来が約束されているそうじゃないか。助けてやってもいいんだぞ。お前がおとなしく私の言うことを聞いて上等を継ぎ、あの家に収まるならな。やめろ。俺たちのことは俺たちで肩をつける。あんたたちには関係ねえだろ。いい眺めだぜ。最高だ。そんな塩らしい真似もできるんだな、コウジ。別人を見ているようだよ、コウジ。人は唯一のものを見つけるととてつもなく強くなり、赤子のように弱くなる。コウジ！お前は、お前は、俺のためなら何でもできると言ったくせに、俺が泣いて叫んでも目を覚まさなかった。そして今は、何を言っても返事をしない。俺が喋れと言ってるのに声は出ない。言うことはねえのか。もう何も何もねえのかよ。
ならなかった。ごめん。でもまだ愛してる。ずっと愛してる。広瀬、黙って返していいのかよ。構わんよ、あいつは戻ってくる。あんなものはすぐに自滅する。絶望的な愛だ。南條浩二じゃない？うっそー、なんでこんなとこにいるの？ほんとだ。あ、でもなんか綺麗。急ぐんだ。急ぐったって南條君。これが最後のアルバムだ。どんな神にも背いても
い